あ、入られます。武田先生。はい。挨拶だけして。うん。最初に私、ライブだって言いますからね。はい。武田先生。おはようございます。まだ画像が、画像ね。はい。おはようございます。おお武田先生。おはようございます。おはようございます。ひばりクラブのあの、 本当だ。あの背景ですね。<laughs> そうですね。同じですね。<laughs> あの最初にちょっと確認なんですが、<laughs> はい、できればですね、この学カフェ、最近ライブにはまってまして、はい,はい、いろんな方のコメントを読みながら、ええ、あ読みながらというかあの、いただきながら始めていきたいなと思うんですが、可能でしょうかライブで配信しながら、えええーとあの。もちろん全然構わないんですけど、えー、と今日もしかしたら10時台で、 ちょっと連絡が来るかもしれないですから、三分か五分ぐらいちょっと駐在いたしますが。まあ、それ以上問題ございません。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっと、ちょっと簡単に今日インタビューするものの、あの、自己紹介させてください。吉田さんからどうぞ。はい。え、改めまして、鹿児島の吉田と申します。あの、知っとります。あの。ありがとうございます。あの、本当に昨年はあの、街頭演説も応援に来ていただいて、本当にありがとうございました。いえいえ。 もう私もあの一月に離党しまして。ええ、そうですね。ええー <laughs> はい、ええー、と、まっとな道を行きたいと思っておりますので、はい。今後ともよろしくお願いします。<laughs> うん、よろしくお願いします。はい、ますじゃあ、中村さん。はい、武田先生。あの、まあ、僕、あの、お会いしたことあるんですけど。はい。えっと、宮崎の参政党で。はい。えっと、活動してまして。はい。で、参議院選の時に、先生が、あの、街頭演説とタウンミーティングで来ていただいた時に。はい。はい 前座でお話しさせてもらって横で小雨が降ってたんで傘を持っててあお覚えてますかええいや小雨が降ったのは覚えてますが傘をさせていただいたかどうかは定かでは記憶がありませんはいそのそのですそのものですはいお久しぶりですで僕も去年の11月で離島しまして はい、あの、はい、まっとな道に <laughs>、はい、戻ったところです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、じゃあ、ちょっとインタビューさせていただきたいんですけど、まず最初もう、武田先生のことは皆さん知ってるかと思うんですけど、人となりをちょっとお伺いしたいと思っておりまして、えー、武田先生はお生まれはどちらでいらっしゃるんですかえっと、あの、東京ですね。あ、愛知じゃないんですね。でも先生 戦争中ですから、えー、疎開はして、あのもうすぐに疎開してましたからね、疎開も、まあ、神奈川県とか福島県あたりにそ疎開しておりましたけど、生まれたのは東京であります。はい、そこから、えー、東京大学までずっと東京でいらっしゃるんですかそうですねあの、小学校、中学校、高等学校、大学と東京ですね。小さい時から 科学者になりたいとかそえいえ、あの何になりたいってことはあまり希望ありませんでしたけど、結論としては科学者になったってことですねうん。なるほど。そこで東大を出られて、えはい、お仕事はどういうふうにされたんですかそうですね、あの最初はまあ中村さん、宮崎ですけど、えー、宮崎に旭化成って大きな会社ありますけど、うん、そこに入りまして、 えそれで宮崎ではウランの研究所っていうのがあったんですけどね、アセカ製のウランの濃縮、まあ、国の研究所みたいなものだったんですが、まあ、そこの所長をやっておりましてですね、それから大学の方に移りました。ということは、えー、原発関連のお仕事をされていた。原発というかあの、ウラン、僕は燃料系なので、えーっとえーっと、エネルギー生成の方じゃないので、 えーまあ、ウランの研究をしてたってことですね。うん、なるほどお。そこでどれぐらい働かれるんですかえっと、まあ、50歳まであの働きましたんで、まあ、25年ぐらい働いたってことですね。うんそこで、えー、辞められて、それからどういう経歴でいらっしゃいますか、はい、えー、っと、大学の教授をそれからずっと77ぐらいまでやっておりましたですね。つい最近。 おそれは大学からそのお研究所で働かれていて、えー、ちょっとうちでは教えてくれませんかって声がかかるんですかいやいや、僕はあの、えーっと、かつては人生50年だったわけですね。今から100年前っていうのは、日本人の平均寿命は男女とも43歳でしたので、えー、日本のシステムってのは基本的に50歳、まあ、もちろん、 寿命の伸びとともに55歳定年になったり、ずっと60歳定年延びたりしましたけど、まあ、基本的な設計は50歳でだいたい主な仕事が終わるようなシステムになってたんですね。それでまあ、私としては50歳で会社を辞めて、50歳から、えー、大学の先生になろうと思ってたわけじゃなくて、何か別の仕事やろうと思ってたら、偶然に大学からお呼びがかかったんで、まあ、大学に行ったということですね。えー、うんなるほど。 はいえー、そこで、えー名古、名古屋大学でずっとお仕事されるはい、はいねはい、僕の,あのそういうキャリアという点で、せっかくご質問があったんで、お答えします、はい、僕、ちょっとあの普通の,、まあ、あの物理を中心としてあの教えていたし、研究もしてたんですが、えー、同時にあの50歳から多摩美術大学っていう美術大学で、えー、並行してですけど、デザインとか絵画を教えておりました。 それからまああまりこれは自慢みたいになるんで言わないんですけど、えー、と国語の教科書にも載っておりましてですね、うん、そういう点ではあの日本っていうのはあの先進障害国と違いまして理科系文化系が分かれておりますけども、えー、先進諸外国が分かれておりませんので、えー、僕はちょっとそういう考え方なもんですから。 えーまあ、物理とか美術とかあの、まあ、文学とかそういう歴史とか、まあ、そういうようなことを総合的にやってきたっていうのがまあキャリアでしょうねおそらくですねええー、なるほどまあちょっと今、はい、えと人生を聞いてるので横道にあんまりそれたらいけないと思うんですけど今、はい、日本でも分離分けるのはおかしいよねっていう話があると思うんです、はい、えー、ええー、え一緒にしていこう、まあ、それこそ 先生が出られた東京大学とかそうしていくって何か聞いたことあるんですけど今あのそういう議論も,もちろんあるんですけど若干危険なのがですね危険っていうか、まあ、問題なのは文化系を少し軽く見てですねそれであの文化系の学部をやめようっていう大学がかなり多いんですよ。うん僕は中央教育審議会の,委員の専務委員だったりしたことあるんですけどもそういう教育なんかもしてるんですけど えーとやはりあの経済中心と言いますかえー、儲かる教育をやるというのがまあ現在の主流なんですねむしろ僕なんかはどっちかとそれと違ってやはりあの、まあ、人生とか幸福とかそういうものを相当やらないといけないしまあ日本の文化っていうのはそういうものでできてるんで 現在の、その、だから現在、あの、文化系と理科系の境をなくすというのは、まあ、当然、その、先進国はそうなんで、まあ、例えば、政治でも、別に科学は分かんないけどっていう大議士がいたら困るわけで、あの、両方分かってもらわないといけないんですけどね。それが少し、科学の方に寄ってるということはありますね。欧米なんかに比べれば、まあ、哲学者とかですね、まあ、そういったものはすごく少ないんで、 まあ日本としてはただただ働いてお金を儲けるという国よりかはですねやっぱり人,人生とか人間というのをよく知ってる人が、まあ、出てくるのが大切だろうと思っております。うん、なるほどですね。はい人生の話にちょっと戻しまして、えー、そこで、えー、教授をされて、はい、されながらですかね我々がよく知ってる本ンマデッカさんまさんの本ンマデッカだとかはい、はい メディアにこう、えー、取り上げられて行ったかと思うんですけどはい、はい、そこの経緯とか。ね、えー、ええー、まあ,あの、はい、メディアも、まあ、ニュースの解説だとか、まあ、そういうのが我々は中心だったんですが、まあえー、知名度が上がったのはやっぱり屋敷隆の「そこまで行って委員会」っていう番組とそれから「あのまの本物ですか」ですね。この2つ出たおかげで随分僕もそれまではまあ本当に学問一筋だったんですけど。 えー、まあ、屋敷隆人って言われても、どなたですかっていう感じの人だけど、<laughs> まあ、あの、それを通じて、ま、いろいろ勉強して、ま、人に対して、え、こう、わ、まあ、かりやすく説明することとかね。まあ、そういったことを勉強いたしました。なるほど。えー、そういった番組、ね、えー、そこまで言って委員会だとか、ほんまでっかっていうのは、まあ、普通じゃ言えないことを言う番組っていうことで、武田先生出られて、 言ってたと思うんですけど、なんか最近の配信を見てると、もうマスコミはおかしいと、もう言いたいことも言えないと、言論調整だと。まあ、そうですねあの、今からですね、あのそういうふうに,納得になったのが、やっぱり今から20年ぐらい前から、非常に極端に、それまではまだ、えー、私のブログなんかにも言ってますけど、例えば、タイガードラムなんかでもですね、 NHK の大河の論なんかでも、まあ、歴史交渉に基づいた、そういう制限がありましたし、それから、タバコを吸ってるシーンをパッとするとか <laughs>、そういうこともなかったんですけど、やはり世の中がだん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 、まあ、劣化するっていうか、まあ、社会どうしても劣化してくるんですけど、まあ、そういったことで、今から20年ぐらい前、ですから、まあ、非常に理屈は合うんですけど、戦争終わって50年ぐらい経って、 社会が劣化してくるっていうのは一般的現象なんで、まあ、その劣化という中に、これ言っちゃいけない、あれ言っちゃいけない、あれは放送できないというね。まあそういう風潮が来て、それとともに、まあ日本社会とか日本の政治が曲がってきたってことは言えますね。だ、うん、からまあ今の、せっかく今日はこうインタビュー受けるんで、あれなんですけど、も、え、のー、を言うときも、まあ我々嘘が平気っていうか、 まあ嘘ぐらい言ってっていいじゃないかっていうのは風潮が出てきたということですね。ええー。うん、だからまあ20年ぐらい前まではまあまあテリンもまともだったんじゃないかと思いますね。なるほど。えー、そこから参政、えー、党まで飛ぶのはちょっと一気に飛びすぎですか、はい、いやそんなことありません。でも <laughs> そこからどういう経緯でこう政治に興味を持たれたのか。まあえーえー 神谷さんとのの出会いなのかどういった経緯でこう政治の道、党の道なんですかそうですね、あのもちろん今、私、ずっと長い間から、河村さんなんかとも、名古屋市長の河村さんなんかが国会議員の時から親しいですし、それから名古屋市の経営アドバイザーとか、富山市の経営、まあ、あ顧問だったかな、いろんなあの沖縄でもやりましたし、北海道でもやっておりましたので、そういう地方政治とはかなり関係がありましたね。 でまあ、あのだけど僕は政治に入りたくなかった理由はですねやっぱり政治に入りますと僕はあの社会で科学者としてのポジションを取りたいっていう気持ちでしたんでやっぱり何かそういう政治的な活動をするとそれに縛られますよね、まあ、そんなこと言っちゃいけないっていうのは含めてでまあ、えー、そういうことじゃないために、えーまあ、政治家になれ なればいいじゃないかっていう、まあ、いろんな動きはあったんですけど、まあ、あの80になるぐらいまでは、まあ、しなかったってことですね。神谷さんとは CGS っていうネット番組に時々出てましたので、で神谷さんの方から電話があって、お誘いがあったんで、まあ、それに応じたっていうことですね。えーうん、なるほど。えー、え<っ>そこからどういった流れで参政党に入っていく。 感じなんですか神谷さんが参政党を作って武田さんも入ってくださいっていう話なんですか神谷さんが参政党を作ったっていうのが現在の幻想であって、うん、本当はそうじゃなかったと思います、うん、あの松田さんとかそれから吉野先生もおられましたしね、えー、その時は、えー、と私が神谷さんと会った時は事務関係の責任者だと思っておりました。 ええあの、これは選挙中に変わったんですから、それからまあ半年ぐらい変わった時に、僕が一回、神谷さんに、神谷さんはそんな、もし意欲があるんだったら、党首になったらどうですかとこう、えー、お話したことあるんですけどね、その時神谷さんは、私はジムが好きなんで、ジムがいいんですって言われたんですね、あとでその理由は分かりましたけど、なぜジムがいいかと言ってるかという理由は分かりましたけど。 えー、最初はそういう状態でしたね。だから今みたいに神谷さんが参政党であるという状態っていうのは、まあ、参議院選挙の途中から、まあ、そういう雰囲気で運営されてきたってことだと思います。うんはい、正確にはですね。まあいろいろ大雑把に考えてもいいし正確に考えてもいいんですけどね。じゃあ当時は。 その賛成党、その賛成党の理念だとか、そう、はい、いったものを作ったのはどなたなんですかえと僕が入った時には、少なくとも、僕はあの立候補しようと思ったのは、えー、一昨年の11月の末ですからね、まあ、その頃には、まあ、僕の認識では、吉野さんとか、増田さんとかおられたような気がします。はっきりは分かりませんけどね。ですから、そういう人たちで党を立ち上げたと思っておりまして、 今みたいに神谷さんの党という認識はもともとなかったですね。うん、ええ、ええ、なるほど。ええー、はい、それで、ええー、まあ、その時は参政党としての、まあ、形といいますか、綱領みたいなものはあって、で、そこに参院選を見据えて、三、武田さんが、武田先生がこう、こう参加されて。で、<そ>ええー。日本文明というのが、僕の考えは日本文明っていうのは、 大陸文明と違ってですね、えー、力のあるものが支配するという文明じゃなくて、まああの、徳とか人格とか正義とか、そういったものを中心として文明を築いているというのが僕の、まあ、文明論なもんですから、でまあ、あのそれはあ今の政党にはないものですからね、ですから、いいなと思って、じゃあこれで力を発揮してみようかなと思ったということですね。なるほど はい。ですから今、今、はい、神谷さんというのはですねえー。これはあの3セットの運営の中で。えー、まあ、どなたかがそういうことをやって、そういう喧騒というか、それがただ、今は皆さんに伝わってるということじゃないかと思います。うん、なるほどですね。はい、はいえー、そこからまあ、えー、まさか自分が党員じゃなかった。 のかというような話もありますけど、まあ、党員と思って、参、えー、政党素晴らしいよというふうに話して、で、はい、え参院選に入って、すごい暑い中も、外選とか頑張られていたと思うんですよね。はい、そこからまあ参院選途中ぐらいからですか、なんかちょっとおかしいよねというふうに思われたんですか、ね、参議院選挙に入る少し前から、えー、ちょっとこれ、なんかおかしいなと思いましたね。だけども その時にはもう非常にコミットしておりましたからね、僕もね。ですからまあ、一生懸命やると。いうことで、あの、本部の方に苦情は言いましたね。あの運営がおかしいというては言いましたけどね。運営がおかしいっていうのは、えー、何かこう、神谷さんを通すようなポスターだったり、応援体制だったり。はい。 うん、そういったことで言ってることでやってること違ってないかっていうところですかね。まあ、あの、例えば、第一声の時はですね、選挙運動の第一声の時には、私がと本部から連絡を受けたのと、ところに行ったら、まあ、誰もいないっていう状態でしたね、うんまあ。そういうことがもうしょっちゅうあったもんですから。ええー、あの、だいぶ言っておられること,と違うなと。 いいうふうふに思いましたねそこで、は明治神宮の横だったんですけど、うん、行ってみたら誰もいないんですよ。<laughs> どうしたんですかって聞いたりなんかしてね。えーまあ、サンセットの人がお一人ついてこられたから、その人を通じてあのどっ、そしたらなんか神谷さんたちが銀座かなんかにいて、大いに盛り上がってやってますということがあってね、まあ。そういうことの連続でしたね。まあ、ここまでほとんどはですね。えーえー なるほど。そこから、私はですね、最初自己紹介をくれましたけど、はい、あの、私は賛成党委員であったこともないんです。はあはあ、で、全政党をインタビューするっていう政治系の番組をしていて、ええ、で、参議院議員選挙の時に、ええ、なんだこの政党はと、ちょっとみんなで作ろうっていうのが、今までにない形だなということで、賛成党を取材して、で、ここにいる鹿児島州で頑張られた吉田さんのインタビューから、 入っていてい再生数がなんか他の生徒と違うなとかですね、うん、そういったことで入ってきた人間なので、うん、まあ詳しいその参院選の流れだとか、そういったのは吉田さんから武田先生にこう質問とかもしあれば。うん、あいや、でも私もですね、私はあの参院選後に入ったんですけども、はい、きっかけが武田先生だったんですよ。えー、えー、虎ノ門ニュースを見てて、武田先生がなんか参院、立候補するって話を。 そこで初めて、賛成党ってなんだっていうのがきっかけだったんですよね。で、最初は様子を見てたんですけど、やっぱり参院選の結果を見て、いや、自分も何かできることがと思って、そこから運営党員という形で1年間ぐらい頑張らせていただいてたんですけども。ご迷惑をおかけしまして、申し訳ないと思ってます。やっぱ最初からそうだったんですね、なんかそこがやっぱりショックでもあり。はい いや、この学カフェの視聴者は、本当に武田先生をきっかけで参政党に入ってい<や>、そして辞められた、ね、っていう方が多いですね。うん、本当にいい、ね。お母さんにご迷惑をおかけしまして、いえいえ、誰も恨んでる人はいませんので、<laughs> 大丈夫です。はい。えー、そこで、えー、まあ、あ,あ、おかしいなあと思って参院選。そして、そこから松田さんが、 ちょっと解任されてだとか、そういったとこまで飛びすぎかないいですかね。えー、かまいませんよ。あの、そこら辺からおかしいのが顕在化されてきたんですかね、うんうん。まあ、顕在化したのは、まあ、選挙の前。まあ、選挙戦に入る少し前からですね。まあ、その頃から。うん、ええー、まあ、参政党ということも違うなと。それから、まあ、僕はもう一つは、今の政治っつうのは、本当に。 まあよく最近言われますけど、30年間、先進国で、えーまあ、給与が上がってないのは日本だけだしですね、まあ、子どももずいぶん苦労してるし、まあ、年金もドイツとかフランスなんかに比べれば極端に少ないですしね、まあ、そういうことがいっぱい課題がありまして、まあ、そういったことも少しでもこう国民に訴えられるチャンスがあればっていう気持ちの方が強かったもんですから。 えーまあ、本当はもう少し前から行動すべきだったかなとは思っております。はい。えっ、ー、と、もうちょっと突っ込んでほしいっていうですね、えー、視聴者からの意見もあるので、まあ、ちょっとだけ、えー、答えづらいことも聞きたいかなと思うんですが。やっ やり方とか考え方は一応理解してるつもりなんで。本当 <laughs> ですか <laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> 何でもやってください。<laughs> はい。まあ、答えにくいとかっていうことはもう。まあ、いやいや、僕はあのいつ写真撮ってもいいですよあの。いつ録音してもいいですよ。という感じなんですね。<laughs> すあどんな厳しいことでも、どんなにあのことでも全然構いません。 なるほど。その二次利用とか著作権を主張してないっていうひばりクラブのお話も、はい、まあ素晴らしいなと思って、ぜひ,ひ,ひばりくばクラブを学カフェでも、えー、みんなのこう教科書にしてというか、みんなでこれを元に語りたいなと思っているので、はい、ぜひ使わせてください。で、えーまあ、やはりその神谷さん側の言い分としては、はいえー、河村さんと共謀して、 やろうってしてたのは武田さんでしょと、はいうん、いうことがあると思うんですよね。はい、それをもう改めて、えー、事実を教えていただきたいなって思うんですが。ああのー、今度のことを通じて、まあ、僕もこの年になってそんなことがかんるのはおかしいんですけど、こうに日本人というのは嘘に対して寛容であるっていうことに少しびっくりしておりましてね。うん、そ,のそれはまあやっぱりテレビとか新聞なんかの影響あるんでしょうし、それから、 厳しく言えばネットを今配信してるね、方々の態度を見ても、必ずしも事実をはっきりさせてから行動を起こすんじゃなくて、こう、まあ、お金をもらってるとかそういう方もおられるだろうから、なかなか難しいとは思いますけどね、今の質問も何か、 か僕と河村さんがん乗っ取るということをやったということをの本当か嘘かを確かめないうちに、えっ、ー、と、な、うんて言うんでしょうか、えー、武田は河村さんと結託して、参政党を乗っ取るということをやったそうだというところから出発するというかですね。まあ、日本人としてはいいんじゃないかとは思うんです。つまり 日本人の中には嘘が少なかったと思うんですよ、僕はね。まあ、武士道なんかありまして。特に異性者の方の嘘っていうのが、まあ、他の国から言ったら非常に少なかった。だから、日本人っていうのは、あ人が嘘をつかないっていうことが前提で社会が構築されていって、それは悪いことじゃないと思うんですよね。まあ順、純情な国民ってことになりますかね。ですから、それは悪いことじゃないけど、今度のことで僕が本当に思ったのが、 あの、今度のあの、嘘のつき方っていうのは非常に典型的な嘘なんですね。どういう嘘かって言いますと、一人の人に嘘を言って、他のしあ、違う違う、一人の人には本当のことを言っても、他の人に多数に嘘をつくっていう、こういうやり方なんですね。そうしますと、これはまあ、ヨーロッパなんかではいつもやる手なんですけど、そうすると、あの、多くの人が違うことを聞きますから。 だから一人の人がいくら私はそれは違うんだって言っても否定することは多勢に無勢でできないんですよ。このテクニックはまあ一般的なテクニックですけど非常に多用されてましたね。ですから、えー、まあそ先ほど言われたような僕が党員かどうかっていう問題も私には武田先生は党員じゃない方がいいので党員登録してませんというと。僕はあの 参政党第4支部長の名刺もらってましたから、本部から。名刺、名刺もらってて、党員じゃないっていうことあるんですかっていうのが、そういう応接があった。だけど、そのことは全く触れないですね。で、記者会見とか、党員には、うん、武田先生に党員になってほしいって言ってるけど、うん、なってくれないからっていう説明をするっていう。うん、このテクニックはね、あの中国とか欧米では、普通のテクニックなんですよ。 ですからそれは割合と多くの人がそれをあるってことを分かっていると。<laughs> だから一体1万人であるっていうことを問題にせずに、そこのところまあ特に、えー、ネットの人とかそういう報道にね、関係してる人はそこ割合厳密なんですよね。ですからあのそこが何て言うんですかね、やっぱりよく日本で言いますように、空気ができたら空気に従うっていうね。 これはい,い面ででもあるんですよ日本文化のいい面でもあるんで別に全面的に否定してるわけじゃないんですけどそれをこう多用してきたっていうことがありますね。ですからあのいちいちこうそ,のそういう質問に答えるのが嫌だっていうかいやもうそれは <laughs> 嘘を言う人がそういう言い方をすればね必ず一体多数になるという原理がありますんでね。 だから、他の人に住んじゃ、その多数の人に聞いた人が、多数の人が、例えば党員同士で話したら、みんな、あれは武田が、あの、なんか乗っ取りを計画したんだっていうことになる。まあ、このメカニズムもやっぱりこの際、えー、少し理解していただいた方がいいかなというふうに思ってますね。なるほど。だ同質性の社会ができるっていう点じゃいいかもしれませんけどね。なるほど。えー。 まあ、神谷さんはその反グローバルだとか言ってるけど、やってることはそういう西洋的な、欧米的な、グローバリスト的な方法で二枚舌でやってるというような感じですかね。まあ、あの、外から全体を見れば、あのその神谷さんっていうか、参政党の今の、だから僕はいつ、参政党の本部。 と支部がが全く考えが違うとだから、うん、まあ今僕参政党を辞めたとかそれからそう言われるんですけど僕は辞めてないって言ってるわけですね元々の参政党っていうのは、うん、まあわずかしか残ってないけどそれが今本部から離れてるっていうだけでい、うん、わば本部が乗っ取られた乗っ取るっていうことも嫌いなんですけど我々は参政党に入った。 この参政党ってのは今の参政党とは全く違う参政党なんですよね。簡単に言えば、あの政治に参加する、日本の文明をしっかりやる、理解してやると。それでまあかわ、まあ、かわいそうな人ってことないけども、今までこうあのその、なんてうかな、権力のある方に押されてた人、そういうのにスポット当ててということでしたね。あの候補者の選び方もまあ主婦の方とか。 そういう、まあ、今まで政治の光が当たらなかった人をやってましたね。それはまあ、そ,それが賛成党だと、今でも僕はそれは賛成党だと思ってるんです。ですから、賛成党のアドバイザーを辞めたらしいですね、ってか、辞めてませんよとこう言ってるわけです。当然もと辞めてませんよ。だって、僕を辞めさせる権限を持ってる人は今いないですよ、もうすでに。僕はそう思ってますね。ですから、本当の賛成党っていうのと、 設立した時の参政党、みんなに、これが参政党ですよって呼びかけた参政党側に僕はいるんです、まだ。ですから、それは変わってないんですよね。全然。だけど、本部、だから支部にはだいぶ、こう、私もね、支部独立してくださいと。本来の参政党の政治に参加する。みんなで政治を作っていこうと。他から、運営党員を中心とした、 賛成党を、それが賛成党だという概念です。今でも変わらないですね。今でも変わらないということは、賛成、はいえー、党にまだ席があるというご認識でもあるし、はい、まだ諦めてないっていうことですかえー、あの、諦めるなんていうのは全くなくて、要するに、この僕は今の賛成党本部っていうのは、 あれは違反状態になると思ってるんです。これは人の意見ですから構わないんですね。うん、あの別にそれが正しいかどうかは話し合ってから分かることで。僕の考えはま嘘もつくし、約束も守らなかったし、それは陰で言ってるんじゃなくて、僕は神谷さんに直接何回も言ってるんですね。言ったことをやってくださいと。そうしなきゃ私はその活動はできません。出ていくつったんじゃなくて、その賛成党の中で、 参政党の人がもし非常に強い意志を持っておられればね、僕は参政党を離党する人っていなかったと思うんですよ。その人たちが参政党を作ったと思うんですよ。僕もそうでしたし、吉野さんもそうだし、赤尾さんもそうでしたからね。ら別に神谷さんが党首でもなかったわけだし、合議制だったわけですから。うん、それで、まああ、僕なんか言ってるように、6月、去年の6から一昨年の6月かな。 に話した時も5人で話して神谷さんの提案を僕らが飲んだという形で5人でやりましょうって決めてるわけですからですからそれで僕がその会議に出てったら実は僕らが客席にいたっていうそういうことだったわけですからその間違ったことを承認するってことは僕はそういう気持ちないんです、うん、えあの例えば例えば日本で突然選挙権がなくなったとするじゃないですか それでも僕は投票所に行きますよ。選挙権を勝手に取り上げた方が悪いんだから。というか約束違反ですからね。だから、そこのところがちょっと、まあ、他の人に僕言ったんですよ。辞める必要ありませんよと。と全然、我々の方が、もともとの参政党の、それでみんなを誘ったのがそれでしょ。だから人間っていうのは誠意があれば、誘って、しかもお金をも,もらってますからね。 やっぱりそれをこう、放棄するっていうことは僕は良くないと思ってます。うんええ、だけど、<ー>そういう概念がないから、武田先生、賛成党辞めたんですけど、辞めてませんよって言っても、なんか、誰かが辞めた、武田は辞めたと言ってるとか、特にひどいのは、例えば、こう参議院選挙で神谷さん、武田ってなったでしょ。 それで、神谷さんが辞める、辞めた場合、僕が次に、その参議院議員になる予定ですね。それを、それは国民の判断であって、別に参政党の判断じゃないんですよ。今の参政、ね、特に参政党の判断じゃないんですね。ですから、僕はあれは、もしもそういうことになったら、一応、まあ、裁判を起こすか、何かもう、あの、運動するかでね。 国民が決めたものを党が排除することはできませんと。そういう考えですね。ですから今の参政、今、っ今辞めた方が多いんですけど、あの、まあ今辞めた方は僕できるだけ早く辞めてくださいって言ってるんですけど、これはどうしてかっていうと、これは全然意味が違って、今の参政党に所属してると国民が思っちゃうんですよ。その今の参政党、神や さんを中心とする賛成党が賛成と思ってるもんだからそうすると本人はその将来ひどいことになる可能性があるわけですね、まあ、嘘つきと言われたりお金どうしたと言われたりする可能性があるんでそれはいくらなんでも、まあ、僕の責任から言ってやっぱりやめてもらわなきゃいけないその賛成党っていうのはあの別に本当の賛成党じゃなくて <laughs> あのあ変質した賛成党ですからね 国民がもし今の参政党は参政党じゃないと思ってくれれば、全然全く今でも普通の報道ができると思うんですね。うん、ええ。あのみんなで、みんなで支部を中心として候補者を選び、支部を中心として政策提言をし、その政策提言に沿って本部が報道すると。そういう、まあ、我々が参政党に入った時の 状態で、今でも運営はできると思うんですね。だけど、うん、日本人に錯覚があって、僕はずいぶんその、その支部の説得してる時にはそう言ったんですよ。今の本部が参政党じゃありませんよ、つって。あなた間違っちゃいけませんよ、って言うんだけど、やはり日本人の素直さが出ちゃってね、本部つってるから本部じゃないか。党首と言ってるから党首。え、神谷さん党首じゃありませんよと。だって誰も選挙してないでしょ。 当主は、えー、党員が決めますと。僕らは言葉でちゃんと言ってるんですよ。うん、それでしかも、党主は、党員が辞めさせることができますと言ったのも神谷さんですね。うん、そうですね。そうですね。です,ねですから、うん、それは、どうしてそれが突然消えたのかと。うん、消えたことを認めてるのは、ある意味では僕らなんですよ。ええ、ええー。 だから流れていく変化に対してそれを善任していくというそういうまあ現実性中いうかそういったものが日本の文化の中にあったなというふうには思ってるんですね。うん、あのまあ神谷さんは、えー、僕は最初から人事とお金は私が握ると言ってたと独裁だと言ってたとじゃなくてこう運営のところ を民主化するんだって最初から言ってたという話ですけど、それは最初から言ってたのか、うん、それはあ、そうなんですか、お金と人事は、はいえー、独裁でいきますよっていうのは、確かに言ってた。言ってない。言ってないわけですよね。はいはい、どこで言ってたかしませんが、私は聞いてない。やっぱり、その誰でも辞めさせられますあんにあなたは事務局長とか言ってるけど あの当主でもなったらいいんじゃないですか、どなたかやりたいんだったらって言ったら、私はジムが好きだと言ったのは、これは確かですね。ジムっていうのは、だから神谷さん何回か言いました。うん、ジムっていうのは、決定するとこじゃありませんよ、これも何回も言ってますね。うん、決定するところが、決定したものを実施するとこがジムですけど、それでいいんですかってのは言ったんですね。うん、ですから、独裁っていうのはジムはありません。えー、あの例えば、それはもう、あまりの常識だから、 会社でも取締役会で決まる。他の組織でも理事会で決まる。決まったことをやる事務がいる。それは決まったことをやらなければ事務ではないんですね。それが事務という日本語の定義だから <laughs>。<laughs> ですから、まあ、えー、ちょっとそれはどうですかね。なるほどですね。えーえー、神谷さんは、まあ、憶測になるので、まあ、言っても言わなくてもいいんですけど、えー、元から、 そういういこういうふうにすることワントップ体制独裁体制を敷くことを計画してたと武田さんはお思いですかそれともそう思っておりますあ最初からそうだから、えー、事務員でいいですよって言いながら権限は自分に集約してたとまあ日本人の持つ錯覚というかね論理的ではない社会をどうやったらこう騙しながらね、えー 自分がなりたい方向に行くかということを綿密に計算したと思いますね。うん。なるほど。で、先ほど武田先生はあ今参政党員の方にはやめてくださいというふうに言ってると思ってるということでしたけど、はいはい、まあミコネコチャンネルの藤村さんはもうああいう党っていうのはもうなくなってしまった方がいいというふうにおっしゃられる。私はどちらかというともう神谷。 信者と言われる神谷さんっていう人は、もう信教の自由なので、まあ宗教でもないんですけど、あの、残っていただいて、でも、やっぱり賛成党がみんなで政治に参加すると賛成党みたいなことで、こう、ゴレンジャー体制の時のこう面影で、こう、誤認してる人っていうのは、早くやめた方がいいですよ、というふうに思ってる立ちなんですけど、武田先生はどちらですか日本社会が、 あの、もう少しきちっとものが考えられるようになって、それで賛成党というのは賛成党を作った時の、国民に呼びかけたこと、この呼びかけたことを守ってるのが賛成党であって、賛成党と名前を付けたから賛成党ではないというふうに考えてくれればね、私はあのいいと思うんですけど、だけどそうじゃないので、 まあ僕みたいに我々とこう強いっていうか社会的な力もある人はいいけど、賛成党に残ってる人でえ社会的に力がなかったりね、おそらく多くの人は周りの人に賛成党に入ったらいいよとか言っておられたと思うんでね、それをできるだけ早い回に取っとかないと、その他の人が賛成党、人間って難しいですよね。何が正しいかということと、 みんながどう認識してるかってこと、二つありますからね。ですから、あの人は、に勧められて賛成と入ったんだけど、なんかお金だけ取り上げられて、なんか何の権限もないって言ってること全然違うじゃないかとこう言われるので、あの、その時に賛成、の組織というのは、もともとその人が言ったことも思わなきゃいけないわけですね。例えば、ビッグモーターなんかの例がいい例ですけど、 自動車を修理するって言ったら、自動車を壊しちゃいけないんですよ。それは当たり前なんですね。ですけど、それが社会で分からなくなっちゃうこともあるんですよ。これは本当は、あの、学カフェさんにも全然文句言う気持ちはないんですけど、夫、はい、なんかが大切なのはそれなんですよね。えー、ネットをこう運営していく人の一番大切なことは、何が本当のことかっていうことが、 運営側に分かってなきゃいけないんですね。それはあの、まあ、テレビとか新聞にも求められることで、そこのところがあの、情報発信する側の責任としては非常に重たい責任じゃないかと。かむしろ、賛成党は賛成党じゃないですねと、こう言ってほしいんだけど、なんかもう少し細かいところに引きずられてね、どうしても。<laughs> だからそれから、あと、党首が誰だとか。 神谷さんなんか全然投資じゃありませんよ。だってそういう、あれを経てないんですから。僕はボードの委員会で言ったのは、そのボードの人に、あなた方はボードじゃないって言ったんですよ。ボードじゃありませんと。要するに、党員が選んだボードが運営しなきゃいけないんだのに、全然知らない人がボードにいるっていうね、こと自身がボードじゃないんですよ。だから僕はボードとして認めてないんです、全然。 えー、ボードの人をボードと認めてないんです。それは当たり前でね、規則に沿ってちゃんと規則を変えたらいいってわけじゃないから。<laughs> 規則を変えて規則の変えた人の思う通りやるって言ったら、それはもうほとんど規則じゃありません。だからビッグモーターが、あの、私たちは修理屋さんだと言ったけども、車を壊してから修理するんですと。いうことを言わないとね、外に。ええー、それがあの、社会が健全に、 行く一つの大きなプリンシプルです、原則ですよね。ですから、大学と言いながら大学じゃないとか、そういうやつはもう一番最初に社会は排斥しなきゃいけないわけですね。ですから、うん、まあ、参政党ではっきりしてるといえば、党則を変更して、えー、党員には全部、えー、投票権ありませんという,うに聞き、今はまあそういう規則ですね。そういう規則に変えるときに、 今まで集めた投費を全部返さなきゃなんですよ、一回。そうしなきゃ、あの、自動車を売るつって来たら荷車だったってのと一緒ですからね。だから自動車を売るつったら自動車を売らなきゃいけない。だからそのことはもう社会の大大原則なんですよ。そのあまりに原則の大きいとこなので、みんながそれに気がつかなかったっていうだけですね。<laughs> ですから僕が、いや、僕、参政党辞めてませんよなんて言うと、 なんだ何言ってんだってことになるんですね。ええー、それが難しいところですよ。いや、本当おっしゃる通りだと思いますし、でも結構概念的な難しい、はい、難しい捉え方をされちゃうんでしょうね、それが。そうですね。で、そこをね、理解されてる元党員の人たちは多分みんなやめてるんですよ。そうですねで。自分たちで何が正しいかを判断できる人たちはみんなやめてて、結局残ってる人が言ってるのが、いや、時間がないんだからと。 今そんなこと言ってる場合じゃないんだと。そうそう <laughs> もっとこういうことがあるだろうみたいなことを言いながら、結局目の前の真実を見ないとか、はい、目の前の嘘をごまかして見ないとか、<で>そういう人たちがすごく残っている。ういううる半分は俺の中で分かってると思います。そういう人たちはどうしていけばいいんですかねあの時間がやっぱりどうしてもかかるんで、やっぱり自分が選択したことに対する、うん。 間間違っっってててるいうこととをやっぱり人間としては認めにくどうしてもこう違う例えば僕なんかよくやりますけど武田は悔しいからこう言ってるんだとかって言ったね人がいっぱい入ってきますねですけどこれは、うん、ま人間だから、まあ、しょうがないかなって気はしますねそれからもう一つは先ほどの嘘の原則が適用されてて、うん、えー、嘘言う時には、えー、大勢の人に嘘言った方がいいっていうことがありますんで それがやっぱり聞いてるので、どうしても党員の方は党員同士で話しますからね。だからどうしても、あ嘘の方が多くなるっていうね。なんで今の賛成党、今、まあ、現状の党としての賛成党は、まあ、もう変わってしまったので、私も全然興味がなくて、えー、<え>まあ外に出て。 ある意味、参政党がやろうとしてた、えー、掲げてた理念をいろんな方が実現しようとしている流れがあると思うんですよね。そうですねそういった中で、今後、その政治にやっぱりみんな参加したい、政治じゃないと、はい、何かできないことがあると思って立ち上がった人たちが多いので、そうですね、例えばそれ、他の政党で動くとか、はい、ま,あまた全然別の動きをした方がいいとか、何かアイディアみたいなものってありますか、えーまあ 僕の責任上やらなきゃいけないと思ってることは一つは、一つはそのロストっていうかそういう思いを持って入って、実際的に自分のお金も自分の時間も自分の労力も払ったけど、それが全部すっかり全然別のまあ強盗みたいなところに取られたみたいな形になってるので、まあ、自分が一生懸命働いて気づいた財産をみんな取られちゃったみたいなもんですからね。らこれはやっぱり一応そこのケアしていかなきゃいけない。 でまあ、あの例えば訴えられてる人もいるから、そういう人に対して、集団と個人ではやっぱり個人が不利なんで、うん、まあそういう集団を作って、まあ、弁護士もちゃんと配置してるんですけど、相談にも今乗ってるわけですね、それで具体的にも心配することないですと、いざとなったら、我々のグループが、新しく作った会合が、会があなたが損にならないようにちゃんとしますと、うん、お金が必要ならそれを援助しますと、みんなで。 そういう組織をやっぱり作るっていうのをまずやってるわけですね。それからその次にせっかく僕らが訴えたことつまり国民一人一人が政治に参加しようということをある程度できるそういう組織を作ってですね、うん、それでまあ入りたい人入ってまた、えー、ダメになったその目的をね達するような人生が送れるようなっていう二段で今やっております。うん、私があの日本 保守党の関係のネットに出たり、うんはい、ら今度は、あのそれぞれ減税党の、僕はこれ毎年やってるんで、今度ばっかりじゃないんですけど、毎年、うんえー、彼らの演説会っていうかね、そういうのには出て、僕いつも話してるんでですね、うん、今度は百田さんのとかも入ってきますけど、うん、まあ僕に寄せたら、僕なんかは最初からずっとやってるっていう感じですけどね、うん、それはあの国民が、 政治により深く参加していくことが日本にとっていいことだって僕は思ってるので、うん、そっちの方向の,あのこともやっていかなきゃいけないと思っております。文田、うん、きのタイムリーで吉野さんが投稿されてましたけど、立花、はあ、さんとお会いしたと、なんはい、はい、なら立花さんが都知事戦に出てくれみたいな話をしてるみたいですけど、立花、ねええ、さんの印象ってどうですかあなかなかあの彼は彼なりの考えがあるんですよ。 うんうん、人にはこう考えがあって考えをちゃんとや,やるんだったら僕と考えが違うかどうかは別にしてうん、うん、まあ政治としてはそういうんでいいんですよね、うん、いけないのは嘘をついたり騙したり裏切ったりするのはいけないけど裏金なんていうのはやっぱりだめなんですよね裏金をちゃんと税金もあの示して公表してちゃんと いや政治ってのは皆さんにお金配らなきゃいけないんですよって、そう言えばいいんであって、うん、別にその裏金になるから問題なんですよね。昨日、まあ、写真撮っとどうですか、今の時だから先生と写真撮るといろいろざわつくかもしれませんけどっていうふうに言われました。全然ない、<laughs> それは別に政治ってのはそれ隠れてやるもんじゃないから。別にねあのー 僕が立花さんと会っちゃいけないとか、そんなことで政治やっちゃいけないからね。結構ですよと。写真撮ってくださいと。写真撮って、なんか書くかもしれませんよってうそうそうそうと。あどうぞどうぞそういうことが、いけないことだったり、隠さなきゃいけないことだの4つを変えようとしてたわけですからね、言って。<は>いや、おっしゃるとおりですね。<で>オープンでね。うん、<laughs> 何も 悪い,ことは悪いことして自分の人生を送ったってしょうがないですからね。それは本当にあの従来の犯罪で言えば、泥棒みたいなもんですよ。人がやったことを盗むっていうね。<laughs> だからそれはやらないと <laughs> いうことですね。僕なんかはそういう,ふうな思いをしておりますね今後、うん、武田先生が立候補っていう可能性はあるんですか、まあ、どっかの党からなのか、無所属なのか。 そうですね、僕はもともと憲法通りっていうのが一応、憲法改正したらまた改正憲法なんですけど、今の憲法なら今の憲法通り、憲法には党っての書いてありませんからね、はいはいそうです、ね、党ってのは、そのて言うかな、運動体として必要なものであって、うん、やっぱりあの運動体としては党があったり、それ、僕らもみんな応援してくれたわけですよ、賛成党の人が。うん、それによって当選するとかいうことがあるので、ポスター貼ったりなんかしなきゃいけないから。 だから、それは党というのは何のためにあるかって言ったら、憲法を見れば、議員になってほしいという人を当選させるための一つの手段であってね、本体ではないわけですね、本体はあくまでもえ選挙する人が、その人を見て代議士として自分の代わりに、自分は仕事で忙しいからその代議士を選んで、代議士の人が意を組んでやってくださいねっていう人を投票するんですから。 だから、党っていうのは僕、全然関係ないって前から思ってて、あの百田さんはそれ、よく分かってるんです、実は。もちろん河村さんもよく分かってるんですよ。だから、そういうその憲法をよく守ろうと思ってる人とは僕、合うんですね。うん、で,ですからあの、いや別にあの意見が違って、百田さんって僕と僕は意見なんか違いますし、河村さんが全然違うし。だけど、それはその僕が何かそういう活動する時の妨げにはなりませんね。うん で共に日本を良くしようと思ってればいいわけで、それでまあ、えー、少し考えが違ってても、一緒のところあったら、それで一緒に行きましょうってことですね。なその点で、ね、日本保守党っていいですよ。お、まあ最近だいぶ人気みたいですね。政策もいいし、うん、それからの考え方もいいし、まあ、賛成、うん、党の党、ほとんど同じですね。えー、あの正しい賛成党と <laughs>。<laughs> <laughs> 非常に民主的だし、うん、それから考えてることもねあ、日本の保守、本当の意味での保守というものをやりたいということで、うん、まあ僕なんかの日本文明を守るという点では一致しておりますからですね。河村さんというのは、ではちょっと左の方ですけど、まあ、あの名古屋で中国公使館の,、えー、その土地を買うのを阻止した人ですし、 うん、それから名古屋議会で、軟禁虐殺はなかったって,って、ね、正面からぶつかりまして、あれはもう本当に政治生命にも関係ありましたけど、軟禁虐殺があるかどうかよりか、ですね僕なんかは、えー、市長たるもの、そのみんなが軟禁虐殺があると言ってるから、軟禁虐殺があるってんじゃなくて、彼、うん、は自分の調査によって、軟禁虐殺はないと思ってるから、 あの難キャスターさんないというと、これが僕は大切だと思ってるわけです。うん、意見の相違よりか大切だと思ってるんですね。ええ、ええ。ですから、川、まあ、村さんとも一緒にやってると。川、まあ、村さんと一緒にやってるのは僕は一番長いかもしれません。もしかすると。そうやっていろんなところと、ね、協力だとか、ぜ、ま、ひ、あはい、やっていくっていうのが、日本人自体がですね、なかなかそういうことができてないと思うので、 そうですね。うん、しっかりやっていきたいなと思って。まあ、そういう意味で、この学カフェはですね、参政党からはアンチ認定されてるんですけど、まあ、あくまでも是々非ひでこうやってインタビューしたりとか、議論したりっていうチャンネルなので、はい。え、あ、今のこからアンチ認定されるのは名誉ですよ。いや、でも私はですね、参政党委員の方とか、その議員の方とかにもインタビューさせてくださいって言うんですけど、もう、 言論統制と言いますかダメですというふうになって聞けないんですよね。えー、なんで、まあ、あの党が候補者の要求が上にあるというのはもう絶対に憲法違反ですね。うん、もうそれは間違いなく。<laughs> ええー、<laughs> そういうのをなんか裁判に行って先ほどちょっとだけおっしゃられましたけど訴えたりっていうことはされるんですか？えー、あのもちろんあの裁判うのは国民の権利ですからね。うん、今新潟の人が 参政党としては裁判を起こしてますから、うん、まあ一応今のところ、新潟の人の、まあ、元の参政党の方ですけど、参、まあ、政党のその人たちは応援したいというふうに思っておりますし、まあ、この前も山形とか、それから今度は秋田とかねあ、青森かな、いろいろそういうふうな人もいますからね、それはあの党とは全然関係ないというか、日本国、日本人の権利の方が強いですからね。うん、らどこにも書いいてななような党の その権利なんていうか日本人の投票権の方が強いですよ。ええ。それはあの憲法に書かれておりますから。ただ、党とのは憲法に書いてないから、うん、ただ、便宜的には必要だってことはありますので、党を否定してるわけじゃないんですけど、党が我々の選挙権を侵してくるようなことはダメだ。今の,あの,の、ね、お話ですと、党がインタビューを断るってことは本来できないですよね。 そういう意味で、昨日昨日これはいつだかな、それこそあの、神谷総平さんが、はい、X でですねこうないこと、ないこと言われて悔しいですと、なんでそんな嘘ばっかりつくんだろうって思いますよねみたいな投稿されてるんですよ。 もう自分もね、どの口がと思ってるんですけど。これはつくヨーロッパなんかはそうですけど、嘘 <laughs> をつく上等手段というか、うんうん、え嘘、ー、をつくときに、とにかくそのひできるだけ広く嘘嘘を,を言うっていうね、うん、そういう、まあ、一つの手法ですね。だから、これは、まあ、日本人は珍しいですよ。だけどね。うん バックカフェさんは非常にきちっとやっておられるから、それ僕今インタビュー受けてるからそうじゃなくて、最初の頃のあなたの参政党のインタビュー聞いててね、う,う,うしいです。引いたり出したり、引いたり出したりしながら質問してるんですよ、あなたが。えー、あれはなかなかよく考えておられるなと思ったんですよ。素晴らしい。あの頃まだ参政党の評価っていうのは、僕はあなたとしては。 半々だったように思うんですよね。はい、だけどもうあの、引いたり出したり、引いたり出したりしてるっていうのは大切で、つまり、相手は嘘つく可能性があるっていうことをこのあの考慮して言わなきゃいけないからね。<laughs> それで日本が非常に大きな打撃を受けるのが戦前にあった満州国に関する立ン調査団の調査なんですよ。それ、あれ、あなたの質問聞いてて、僕はあ、戦前にそういう考え方があったら、日本は戦争してないかもしれないんですね。 立、うん、ン調査団っていうのが、日本が満州国を作ったことによって、がいけないと言ったっていうふうに、当時の朝日新聞を中心とした日本の新聞が全部やった。ところが、僕は変だと思って、あるときに勉強し直した。だしたら、そんなこと書いてないからおかしいなと思って、さらに立、えー、ン調査団の構成員を調べた。全部欧米の植民地のトップですよ。 植民地のトップが、日本が植民、満州国と植民地とは言えないけど、まあ、植民地としてね、それを非難するはずないじゃないですか。<laughs> っていう、その多面的なこう、ある嘘に対して、えー、正面からいかないで、こう、なんていうかな、一歩引いてこう、一歩引いてこうっていうね、それはあ,のあなたの質問にど独特でしたね。うん えええ奥、え、様嬉しいですい本いですね <laughs> 最初はね、最初はね、この人、頭悪いのかなと思ってた <laughs> 多分それが正しいんです。<laughs> いやいやいや, <laughs> いや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 。そ,そのうちが分かって、もう一回下がってるなと思ってね。そうしたら、行くとその、日本が満州離島の調査団間違ったみたいに、一回引けば分かったんだと思うんですね。うん そしたら戦争で310万人死ななかったかもしれないから、うん、ああいったものはやっぱり日本人が今後つけていかなきゃいけないとだから神谷さんが X であ嘘つかれてるんで嘘つかれてんで残念なんですよっていうのはまあねそっくり返してあげたいっていう感じなわけですけど <laughs> 返してあげましょう <laughs> 本当に <laughs> <laughs> まあでもそういう意味であの滝田先生結構こうやって、えーまあ、ある意味 表に出てないような本当のこともバンバン発信されてますけど、はい、賛成党から訴えられるんじゃないですかいや、まあ、訴えられたって、選挙に,、ま、あ裁判に負けたって、それは仕方がないことですよ。これはだって、僕は僕が正しいと思うことしかできないしね。それはもうやむを得ないと思いますね。そうですね一番問題なのは自分が裁判に負けるから 自分の心情を負けるとかいうことがいけないわけで、そっちの方がむしろ、自分、僕はそういうときもあっ50歳以上の男であまり意味のある人いないわけだから、子供を産めないし、だから、せいぜい社会にやるからね、やっぱり自分が正しいと思うことをやるということですね、まあ、迷惑かけちゃいけないから、裁判に負ければ、裁判に服するしかないですね、それは。<laughs> <laughs> なんか今、カッチャンネルさんも訴えられたのか、内容証明とか、どんどん訴えていきますよと言ってますけど、武田先生は現時点ではそういったのはない。今湾とかありますで僕はあの今度、そういう組織も作ってね、でちゃんとしたその弁護士陣も置いて、あの裁判があるということは、日本の人たちを守るという目的ですからね、それを守るのはやっぱり現実的にはお金がいるし、 で、もしかしたら相手は、我々が払った逃避で、我々を攻撃してくるってこともありますからね。うん。変な話。ですね、そんなこと絶対しちゃいけませんけどね、うん、本当は人間としては。だけどそういうこともあるんで、やっぱり我々も、ちょっとしたお金も用意して、弁護士さんにもちゃんと払って、その代わり大丈夫ですよ、というね、ことの体制はやっぱり責任があるんじゃないかと思ってます。うん やっぱり裁判は権利だから、あっちが訴えるのも自由だようなのか、やっぱり公党がそういうふうに言論をこう封殺するような感じで、訴えるぞっていうのは、異常どう考えか完全に異常ですあの、まあ、その典型的なのが参 <laughs> 政党の記者会見で、私個人のことを言ったってことですねあれれをやられるとね。<laughs> 例えば会社に入ってたら、会社が記者会見してい、一従業員のわ私生活とか悪口とかなんか言ったらね、それは個人は止まりませんよ。で僕はある、ね、ジャーナリストにね、聞いたんですよ。あえて切って、なんで記者がね、おかしいって言わないんですかと。あのー、記者会見で言うんだったら、武田を呼んでね、同席して、やっぱりやってくださいって言わないんですかって聞いたらね。 あそこにそのジャーナリストなんつったかったら、あそこにいる記者はダメな記者でしたよって言,っ言いました。だから、ちゃんと分かってる記者はあれが変だなとは思ったと思いますね。ですから、取り上げてないんじゃないかと思います。なるほど。えー、ぜひ、中村さんからも。うん、<laughs> あ、武田先生、ありがとうございます。はいはい 僕はあの難しいことはちょっとわかんないんですけど、ええ、僕ねあの武田先生が武田先生のまあだいぶ昔の講演だと思うんですけど、うん、なんかみんなでどのお袋になろうとか言って覚えてらっしゃいますかだいぶ昔なんですけどねそれあ,あれあれめっちゃ好きで 僕が参政党に共鳴したのはやっぱりその日本の心を取り戻して、はい、今,今現在やっぱり女性の方だったりお母さんだったり子供さんがね伸び伸び生きて生きてるこの自分が発揮できてそういう日本になってほしいって、まあ、そういう世界になってほしいってそういう思いでやっぱり活動してたんで,で武田先生があのお母さんの話とかされてくれててものすごくあったかかったですよ。 もう僕はもうただそれだけですね。まあ今いろいろほら賛政党との問題でいろんなことがまあその僕らの後ろに過去にありますけどやっぱりまあそうまあこういうことまあまああるとでこうまあ社会的にいろんな処理をしていかないかんとかもしれないんですけどまあでもこっからまあその気持ちは変わらずに自分のできることをやっぱりやっていこうと思ってるんであのぜひあのよろしくお願いします未来に向けて。 いやその意味ではねあの日本の文明がもともとそうで、それは、まあ、あの東京よりかは宮崎の方が多く残ってますからね。そうですね <laughs> であのこういう地方で、僕なんかもずいぶん地方に行きましたけど、コントでも地方に行くとやっぱり、地方とのは人間関係も難しいけど、やっぱりいい心はずいぶん残ってますよ。東京はもうほとんど人間がいないみたいなもんですね、ある意味では。 だからそういう、その日本がどん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 崩れていくことはやっぱり何とかして防ぎたいと思ってますよね。うん、ですんで、あの、武田先生の発信がそれにつながるものになるなっていうふうに感じてます、はい。ありがとうございます。あんまり難しい質問できないんです。<laughs> ええー、大丈夫です。あのー、<laughs> その、新しい組織の話はまだあまり公表できないんです いやあのね、僕はもうどんどん公表していこうと思ってるんですけども、うん、その組織の中心になる人たちがね、やっぱりあの設立の怪しい時に、まだ不安定な時に攻撃受けちゃいけないと。その人たちは参成党で非常に悲劇っていうか、うん、ひどいことになった人たちが多いんで、やっぱり参戦党に対する警戒心が強いんですよ。うん、しかも現実的にあの元の秘書の人が300万のなんか賠償請求、はい やられたでしょいくらなんでもそんなの個人にやったってどうだっていうもんですからね。ですからまあ、ちゃんとした組織作るまであまり派手にはというお考えが今度の組織の幹部の方にはあるんでね。なるほど。あんまりはっきり言ってないっていうことなんです。まあでも楽しみですね。え関し、ぜひ期待してください。待望してますから。いや、本当ですよ。全国で待望してる人多いと思います。はい なるほどですねあということは、ちょっとしつこいんですけども、ちょうど昨日の話題で、その長崎の,あのカピパラさんとかもはい、はい、この写真をネタに緊急ライブってことで、はい、見てと、武田さん、はい、笑ってないでしょうと。はい、<laughs> だから、ここに引き出しを書くなら、<laughs> 皆さん、何を入れますかみたいですね、大喜利をしてて。<laughs> <の><の>昨日の東京ってすごい寒かったんですよ。う なんちゅうか風がね、台風急に吹いててですよ。わずかちょっと地下鉄降りて、あの、その、その打ち合わせのところまで行く間でも寒くってね、みんなそうでしたよ。それで、昨日はもう8時頃になったらね、ほとんど人いなかったんですよ。すあまり風が強くて寒くって。それで僕もそういう緊張感があったんで、そういう顔になったわけで、<laughs> それであの、なかなか昨日ね、八幡さんの との話は面白かったうん,うん、うん、彼はやっぱり日本の政治はこうあるべきだっていうことに関する、うんうん、彼のオリジナリティのある、それはちょっとここでお話しできませんが、こういうふうな方針で自分をやりたい。ここのところを武田先生は協力してくれないか。うんうん、非常に話も具体的で、かつ、は人の批判とかそういじゃなくて、非常にこう前向きな話よね。で僕は、あの、立花さんは、立花さんの記憶では7年か10年ぐらい前に、 東京のあるところで僕があの、僕は政治的な応援するっていうのは、あの本当に2、3回しかないんですけど、その1回で僕の知り合いの女性があの、東京の郊外の市で立候補したもんですから、市議会議員で、それであの応援に来てくれって言うから、行って、ちょうどその駅で応援演してるときに、橘さんも応援であのじゃじゃ立橘さん自分はこうだって言っておられた。 そこのところに行って、立ちさん、あなたはなかなかあれだからっつって、僕、挨拶に行ったら、それを覚えておられてね、ずいぶん細かく覚えておられました。えあの人はあの、あの、ちょっと見かけね、少し激しいところがありますけど、中身しっかりしてますよ。えですからあの、別にあの意見が違うことも,もちろんあるんですけど、そんなこと関係ありませんからね、意見の違う意見を聞くってことは、自分のね、欠点を直すこともなできるんで。だけど、その、 それも僕なんか昨日偶然見たんですけど、人の顔を見たりし、しだからそこのところさっきあなたに言ったんだけど、ネット発信する人っていうのは、僕は基本は取材がいると思うんですよね。例えば僕の顔がなんか笑ってなかったら、なんでですかという問い合わせがいると思うんですよ、それは。そこのところが僕ね、科学者がそうなんですよ。今の科学者ってすごくダメなのが多いから、僕も言えないんですけど。<laughs> 本当に大切なところっていうのは、絶対にデータに基づくってことなんですよ。それは別にあの文学の人とか哲学の人に要求しませんよ。科学というものはもともと、だからそのデータがないときに言うっていうことは僕はしないんですよ。そうデータがないときに言うってことは、科学者としてみんなが僕を見てるときにおかしいわけでしょ。その意味では僕は発信する人っていうのは、だからそれが今のテレビ、新聞に問題なんだろうけど。 必ず確認して、そして自分の心情として、自分の仕事として、他の人に訴える限りはね、やっぱりそこのところは、その人のね、やっぱり魂が求められるんじゃないかと思いますんでね。まあ、ちょっと、あの、もしあなたがお会いになる、カピバラさんにお会いになるチャンスがあればね、まあ、えー 人の人として、我々もレベルを1つ上げたいとか、うん、と今までのマスコミと同じような間違いを起こしちゃうかもしれない、だからそれぞれの最終的な放送に関する判断は、その人がやるべきだと思うんですよね、ううんうんうん、個人個人がですね。だ,だけど、そこに到達する過程としてね、うん、今でも科学者でもいくらいる,いるんですよ、政府から金もらってそう言うと。 <laughs> それ絶対いけないんですよ、それも科学者という体裁を取てなきゃいけないですね。ですから、ネットで発信するというのは、ネット発信者としての最低の原則というのは、やっぱり事実を自分で確認して発信するっていうね、うんうん、そこのところはやっぱり、それが間違うこともあるんですけど、それ、仕方がないわけですね僕らも間違うことあるわけですよ、科学のそれで。 あとから謝り、あの時、コンクースだったから謝っちゃったと言えばいいんで、だけど、そこのところは、その僕はちょっとネットの人の一部ではですね、ちょっともネットがこう気軽に発信できるからかもしれませんね。やっぱりこう、事実を事実のまま、そのまま見るっていうのは難しいですよね。やっぱり武田先生 <laughs>、うん、武田先生やっぱりその科学者ね、やっぱその、多分そういうトレーニングがもう、 もう出来上がってると思うんですよ、えーまあ、だから、いつも反省はしてるんですよ。うん、でちょっとこれはまだ確認が少なかったかな。これやっぱりね、うん、これね、みんなが言ってるとちょっと左右されるんです。あ<ー>農薬が危険だっていうと、うん、2>, 2つ問題があって、1つはみんなが言ってて自分の頭がそうなっちゃってるっていうのが一つと、からみんなの期待に沿ってあげたいっていう気持ちもあって。 うん、主婦の人が農薬心配してるんだったら、やっぱり農薬危ないって言ってあげたいっていう気持ちがあって、うんうん、2>, 2つがね、科学者の目を困らせるんですよですよね、こう、バイアスっていうかですね、うん、ちょっとね、そうなんですよ、わ、うん、か,かります。人間だから、人間ですもんね。で、まあ、よっぽど事実を確認しようと思っても、そういう問題があるんでね、うんまあ、確認する時間がないときは、これはまだ確認してませんと言って、言うってうのも、僕はありだと思ってます。うん 必ずそれがいると。間違った時には謝ると。これも必要だというふうに思いますね。ということは、少なくともそのカピバラ氏が言ってた、えー、この写真を見たら、もうた武田さんは、何、吉野さん連れてきてるのと怒ってたぐらいに言うんですけど、<laughs> そういうことではなく、立花さんに対しては、うん、まあ,ある程度好印象だったわけですよね。あ僕は非常にあのもっ まあ,あその十年ぶりぐらいにお会いしたんで、一回はそのうなんかて駅の前でね話しただけですから。だからそれ以来なんで、うん、あのまあテレビなんかで立花さんあんなこと言ってるしなって変わったかなと思ったら全然そうじゃなかった立派な人でした。考えはしっかりしてました。うん、ええー、コメント欄から、はい、えー、どういった 参政党の形が良かったと思いますかというような武田さんのお考えをということなんですけど、ゴレンジャー体制、あの時はうまく回ってたじゃないのっていうお考えですかえっと、僕はね、あのまあ、言ったことをやらなきゃいけないと思ってます。うんうん、それでも,もし言ったことをやらない場合は、なぜ変わったかを説明しないけない。だからあー、ゴレンジャーがいいとかうんじゃなくてね、我々があ,のあれですよ。 国民に対して言ったこと、それは基本は変えられない、もう言っちゃってるから、<laughs> 変えるんだったらそこで、<laughs> ま独裁に変えるんだったら独裁に変える、あもう、党員とは関係ない、賛成党という形は取りませんつんだったら、それはそれで、ね、言って、了解をどう取るか問題ですけどね、あの実はあのこれ、個人にもあ,ありますけどこあの、具体的な例を言いますとね、これは言っていいと思うんで。 言いますけど宝塚市の市の議議会議員選挙だったそれで私も奈良県から奈良県の市議会議員の応援をしたあと夜中のまあ12時半頃だったわけですけども宝塚に着いてそれ参政党員が送ってくれましたけどそして次の日昼間に宝塚市の駅だったと思いますけど駅の前かなんかで、えー、その人と演説その人がして僕が応援して当選しました。 で、当選した直後に、除名されたか本人が辞めたか、それはもうほとんど取り囲んでやったら除名と同じだけど、まあ辞めさせられた。それで無所属になった。で、僕が参政党のボード会議で、あれわからないから。何が起こったのかわからないから。だから、私今度はその時、次に、宝塚市の近くに、あの参政党の応援説行ったもんですから。その時に、ご本人と、 参戦党のブロック長とかその支部長と、僕と3人で集まって、3人しか3つで集まって、そして、こう言ったんですよね。あの、僕、僕は非常に責任を感じてると。なぜかって言ったら、市民にこの人は素晴らしいと言ったと。だけど、実はその時初めて会ったの。やっぱりまずかったと。これから、やっぱり推薦するには前に会っとくとか。 意見を聞いとくとくかいう人があったそれからもう一つ、参政党は公認したんだから。公認をして、あの、市民に訴えたわけだから。だから、今度3人で、その候補者と、僕と参政党の公認責任者と、3人で宝塚市に行って、そして市民に謝りたいと。それをやらなきゃいけないと。 言ったんですねそれでそれぞれここで言い分とかあったら言ってくださいっつって宝塚のその市議の方は非常にきちっとしたものを書いてきてそこでもきちっとお話をされましたで自分はこう考えてこうだということ言われましたで僕も実はあなたには会ってなかったけどもあなたの演説も聞き参政党のまあ方針もあったから応援演説したけど やっぱりこういう事態になったら,たら、宝塚市民には僕は実はこの人に、その、ね、応援ですの前に会ってなかったと。申し訳なかったという話をしたいと。そして、参政党の方はそのブロック長とかいっぱい出ましたから、言いましたから、3人ぐらいいました。えー、公認を決めた責任者はどうなったんですかと。っ答えないんですよで。僕は何、1時間ぐらいやったんですけど、あのとにかくそれは大切なことですと。 だって選挙したんだから、その責任があるわけですよ、もちろん。言ったことにね。だから、とにかく3人で行ってやりましょうって言ったけども、ダメだったんですよ。それで次に本部に僕は紙で書いたやつを出して、そしてこれこれこういう事情だったんで、まあ、A41 枚ですけど、簡単に書いて、で公認責任者がわからないのでね。謝りに行けないから。 っていうのを出しまししてねしかしもちろんあの皆さんもそういう目に何度もあってんですけどもちろん返事はありませんでした、ええ。ですから結局僕は市民に謝らないで終わっちゃったんですよね。ですから僕はあの参政党がどうあるべきかっていうのはまず最初に我々が言ったことが本当に正しくその通りやろうとしてるのかと。 それに対してもしできない場合は、できなかった場合はやっぱり謝ると。そこからやっぱスタートしないとですね。その、だから公認責任者っていうのは誰だって、それは神谷さんに決まってるよってみんな言うんだけど、それは噂だから。ちゃんとやっぱり神谷さんが公認責任者なら神谷さんが私だと言わなきゃいけないし。えー、それ、そうじゃなくて地方なんか総括部長なら統括部長が言わなきゃいけないしね。だってさ、責任が誰だかわからない。 えー、公の組織なんてありませんよ、そんなの。<laughs> ですから、まあそういう点では、その宝塚の事件っていうのは、他でも僕そういう対応なんですけど、言ったことはやんなきゃいけない。やれない場合もある。やれない場合は謝りに行かなきゃいけない。この鉄則はもう必ず守らないといけない。だから、もし今日言ったようなカピバラさんの話でも、もし違ってた場合、あの、カピラさん謝らなきゃいけないですよ。 それはまあ、なんちゅうか、まあ、日本人としてのって言ってもいいし、それから近代社会としてのやっぱり、まあ、昔だったら腹切るとかそういうことでしょうけどね、あの、まあ、必要なことじゃないかと思いますよね。うん。ありがとうございます。はい、あの、秘書の方から11時半ぐらいまでは大丈夫かなとょっとゃっていただけますかすいいですか,か ?17 分ぐらい。もうちょっと早めた方がいいですかいやいや、あの、え、 15分、とか分かりました。もうじゃあ、締めの方に入りたいと思うんですけど、はい、ちょっと締めにはふさわしくないんですけど、どうしてもね、聞きたどうしても聞きたいことが、まあ、やはりエネルギーについてなんですけど、えーえー、武田先生としては、えー、日本、どういったエネルギーにした方がいい、まあ、原発に触れて。えー、石油石炭ですね。石石油石炭はい 原子力が2つ問題があって、1つは震度6以上の設計ができないということが1つと、これは科学的にできないんだから、うん、技術的にできないんだからしょうがないんですけどね、思想の問題じゃありません。それから今のところですよ、これ僕、間違ってる可能性があると思ってるんですが、今のところ公的には、というか世界の資源学会とか、そういうところでは、ウランの寿命が、燃料ですけど、燃料の寿命が80年と言われてるって、石油とか石炭よりかずっと短いんですよね。 ですから原子力というのを考えたときには、ただ、日本が原爆を作るためには原子力をやっとかなきゃなで僕はあ僕は核抑止力というのは反対で、原爆を持っちゃいけない、科学が人を殺しちゃいけないという考え方なので,で、原爆を作るためにあの原子力発電所は必要なんだけど、やっぱりこれはちょっと不適切だと思っています。したがって まあ原子力発電所は、僕はね、原子力発電所って非常に効率もいいし、技術としてはあれ、素晴らしいんですよ。素晴らしいんだけど、技術として素晴らしくても、現実に地震の起こるところでできなくて、それで資源も80年っていうならね、そこ80年を5000年に変えればいいですけどね、変えるっていうか、探査したりなんかして、だから、ああそこのところが問題だと。 でこれが間違って伝わってる理由は、ですね僕は個人的見解は原爆を作りたいからだと思います。だからこれは必要だっていうことになる。あの日本は核抑止力を持たないと、まあ、中国とかロシアとか北朝鮮に囲まれてるんだから、武田は何、こと言ってんだっていう意見はありますからね。だから、そういう意見はあって、それが原発ということもあるかもしれません。 だけど資源とかそのエネルギーとしてはあまり良くないですね。だから研究はして、あの震度6以上であの持つような原発,原発ができればね、また考えなきゃいけないと思うんで、まあ、研究はやめる必要はないと思いますけど、それですね。あと、石油、石炭がないっていうのは、これ、国際石油資本が1960年代に仕組んだ話であって、これはもうヨーロッパでは当たり前だから、当たり前だから地球温暖化が出てきたわけですから。 地球温暖化っていうのは石油石炭が無限にないと成立しないんで。あのだからその、うん、今日本のエネルギーの問題点ていうのはそういう問題ですね。それから風力発電とか太陽光発電っていうのは、これも計算したらわかりますけども、日本の日本列島に降り注ぐ太陽の量と、日本人が使う、使ってるエネルギーとは全く合わなくて、 自然エネルギーを使えばそれだけ日本の自然がだめになるってことはもうこれ歴然としてるわけですね。ただアメリカと日本の余剰太陽光率つまり、えー、あの小麦作ったり米作ったり動物が遊んだりした以外に砂漠とか、うんうん、なんかあまり意味のないところに太陽光が当たってるところの比率っていうのはこれいろいろデータがあるんですけど。 僕なんかの研究室の計算したやつは48倍。だから国によってですね、例えばサハラ砂漠なんていのいくらでも太陽は余ってるもんですから。うん、別に、サハラ砂漠の太陽光発電ってうまくいかない理由が別にあるんですけど、あの、その、いいんですけど、日本には余剰太陽光がないんですよ。あ<ー>はい、ですからあの、えー、余剰太陽光がないもんですからあの、まあ、ただ感覚で言ってるだけなんですよね。 で,ですから、まあ、九州のある市の市長さんからの依頼があって、僕は計算、名古屋大学時代に計算したことあるんですけど、そので僕のデータに、それ、議会でも発表されてますけど、えー、2%、その市の使ってる電力の2%を太陽光発電でやると、気象生物は全部死滅します。それから8%使うと、人間が栽培しているもの以外は全部死にます。うん でそれはね、しょうがないんですよ。にに日本の,その国土っていうのは、ものすごく人間がいて、で、あのかつエネルギーの使用量が高いもんですからね。ですから、どうしても川に太陽が照ってるって言ったって、川には魚がいてね、<laughs> うん,うん、うん、<laughs> とか木とかいて、あれ全部太陽の光必要ですからね。 きちんと冷静に考えて、それから風力発電なんか、洋上風力発電なんか作りますとね、もちろん波がなくなりますから。波ってあれ風で起きてますからね。風が、つまりエネルギーっていうのはもう、洋上風力発電で発電したもののあ約2倍のエネルギーがなくなりますんでね。そうすると、まあ波も立たないし、 CO2 も溶けないから魚が少なくなっちゃうし、桃も少なくなってしまうので、洋上、うん、発電なんかは日本が海洋資源を使う意味では非常に危ないんですね。うん、カロリーも、なんかカロリーも低そうですよね、太陽とか風力は。でね、うんあ、もう僕は名古屋大学の時に盛んに環境研には言ったんですよ、計算をまずしてくれと。ど、うん、どういういいい結果でもいいけどとにかく 風力発電やったら太陽光が減るわけで、太陽光が減った分だけ、もちろん木も減るし、何も減るわけですよ。あのあの空あの水中の酸素も減るわけですよ。それをまず計算して、それをもとにや,やってくれと、これ言ってるんだけど、一回も計算しないですね。うん20世紀における環境破壊の一番大きな原因は、いいだろう、いいだろうでやったってことなんですよ。別に環境破壊しようと思ってやったわけじゃないんですよね。 ですから、それをもう一回ちゃんとした環境を,も環境を保ちながら、えー、文化的生活をするってことであれば、まず最初に計算をして、それを科学者がちゃんと説明をして、それに基づいて、まあ、あの一般の国民が判断してで、自分たちの生活を選ぶっていう、そういったルートをたどらなきゃいけないわけですね。はい、<っ>ありがとうございいます<の>お忙しい中 すいませんそういう意味ではですね、鹿児島は原発も抱えていて、再稼働も決定したんですよ。<い>再稼働とか稼働延長か、それと太陽光パネルも北海道の次に確か面積が多いんですよね、設置面積が。いいで、今、風力も洋上風力の計画もあったりとか、<い>あと防衛で言っても今、馬毛島で、えー、自衛隊の基地を作っていたり、まあ、当然離島部なので、割と最前線っていう、いろいろな問題も抱えているので。え ぜひ、鹿児島に一度来ていただいて、講演会をお願いできればと思います。準備しましょう、ここのこの方で。はいはい、学カフェ主催で。はい、主催させてください。はいはい、ぜひあの、定期的というか、またあの再出演いただけると大変ありがたいです、えー。YouTube 発信の場というよりは、今はですね、みんなで、チーム学カフェという名前で、みんなで学ぼうという,う,う。 番組運営をしておりますので、ぜひ、竹田先生に、またエネルギーの件だとか、教えていただきたいと思います。はい。本日はありがとうございました。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。では、あの、はい、ご退出どうぞ。退出しますので、はい。竹田先生、ありがとうございます。ありがとうございました。800人以上の方が見ていただいております。あうはい。退出